ね、チャーミング、はい、感じるんですよね。残ってますね。さあそのダチナコーチが指導しますチェルノワ選手の床をご覧いただきましょう。公開練習でも体操の関係者がこの人の演技を見ているとうっとりしましたという話をしておりました。今日は段違い平行棒平均台いずれも落下。このスピード、あのソ連の体操というのはこの女子の場合はですね、床運動に一番よく現れますね。非常にこう品がありますね。あのクラシックバレエを徹底してやってるのかも分かりませんね。このひねりはスピードがあります。床はチェルノワ選手さすがに落ち着いて演技してますね。そうですね。また女子4種目の中でもこの床運動がこの花と言われますからね。抱え込みの2回宙返り、ソビエトのチェルノワの床でした。この床は最近ビートの効いた音楽を使う選手が多いんですが、いかにも落ち着いたこの繊細な、はい、こう優雅さを醸し出すようなですね、素晴らしい